クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこスキャンを開始します。行ってらっしゃい。頑張ってください。
の男は誰だ。
出せ。
総援を出せ。
サム、聞こえる？ああ。大丈夫？ここはどこだ？どうしたの？俺はどうなった？あなたが配送センターを出た瞬間、嵐は突然消えたの。カイラル濃度も急に下がった。俺は嵐に飲まれて戦場にいた。夢でも見てたの？通信は一瞬途切れたけど。一瞬じゃない、ずっとつながらなかった。兵士に襲われて BB を奪われそうに。そんなのおかしいわ。こいつも体験したはずだ。あなたと通信が途絶えてから数十秒しか経ってないのよ。そんなはずはない。俺はあそこに数時間はいた。きっと疲れてるのよ。とにかくそちらに向かう。私が行けるといいんだけど。分かってる、子供がいるんだろう。ごめんねサム、気をつけて。楽しみにしてる。ずいぶん人に会ってないの。サム、ママのラボに向かってくれ。彼女はキューピッドを開発したメンバーの一人だ。しかしその彼女が開発当初から懸念していたことがある。キューピッドに問題があるんじゃないかと。それが君が体験した現象やカイラル濃度の急上昇の原因かもしれない。ママと会って話を聞いてくれ。提供いただきありがとうございました。
ようございます。血液採取チェック、献血ありがとうございました。
この子は大丈夫よ。来てくれたのね。空いてた。それは。父はあげられないけど、私の乳腺は張るの。あげるふりをすると不思議と痛みが消える。あの子は私の子よ。私はこの子のママ。大丈夫、この子は私とだけつながっている。他の BT とは違う。見えるでしょ、 BB がいるなら。だからここを動けない。あの嵐のことだけど、悪いけど大人だけにしてくれる？ありがとう。見て、ここが嵐が現れた時点の濃度だけど、その直後再び正常値に戻っている。つまり一瞬で消えた、1秒も経たずに。そんなはずはない、うん、これはあなたの手錠端末が記録したデータよ。データログを見る限り、あなたは嘘をついてない。時間の経過が記録されている。考えられるのは、あなたは時空と時空の狭間に閉じ込められていた。時空の狭間？データは本部でも解析している。記録は音の周波数スペクトルだけだけど、もう少しであなたがいたところを推測できるはず。ハイラル濃度が不安定なの。夜泣きがだんだんひどくなってる。カイラル通信接続エリアはカイラル濃度が上昇する。でも想定した理論値よりもはるかに高い。問題なのか？ええ、つなぐほどカイラル濃度は上昇する。当初からブリッジズでも議論されていたの。だからキューピッドにカイラル濃度を抑制させる機構を入れた。でもそのリミッターがうまく動作していないみたい。嵐の出現もあなたが体験した現象もその副作用かも。つまり俺がこのまま大陸をつないでいくと予想もつかないことが起こる。わからない。また大規模なデス・ストランディングが起きるかも。何か対策はないのか？もちろん対処法はある。すでにもう準備もしてる。カイラル濃度を抑制する仕組みをこれにつければいい。新しいキューピッドを用意しておいた。全て解決か？違うの、まだ解決しない。ハードウェアに合わせてソフトウェアを書き換えないと。君がやればいい。ええ、
そうよね。ソフトウェアを書いたのは私じゃない、別の技術者よ。そいつはどこにいるんだ。彼女の名前はロックね。第一次ブリッジズのメンバー、マウンテンノットシティにいる。なら心配ない、キューピッドを届ける予定だ。そうね、それなら大丈夫ね。あ、まただわ。最近この子の様子がおかしいの。ほら怯えてる、ものすごく。あの世が連れに来てるのかも。それともこの子が向こうに帰りたいか。このままではいられない、それは分かってる。聞いていいか、その子は出産のために入院していたの。帝王切開の予定で、そこでテロが起きた。私は瓦礫の下敷きになっていたの。何もできず、助けは誰も来てくれなかった。気が遠くなるくらい長い間瓦礫の下にいた。幸い酸素と水だけはあった。そこにいたのかはわからない。そのうち水もなくなり、寒さも感じなくなった。この子は瓦礫の中で生まれてきたの。この世ではなく、あの世に。時雨が止むと、この子は泣き出した。大きな声で。自分の命と引き換えに、この子は私を瓦礫の中から救ってくれたの。私はこの子とつながったまま。この子は BT だから、ここから動けない。ここにつながっている。だからあれ以来ずっとここにいる。ずっとそのままでいいのか。その子はすでに死んでる。このまま死者と暮らしていくつもりか。あなたも同じようなものでしょ。生者とのつながりよりも死者とのつながりを選んだ。レッドマンに聞いたわ。機関車の血は特殊だって。採取してもいい？ああ、まだ絞るつもりか。寝るたびに採血されてる。冷たいな。動かないで。終わったわ。
ちょっとね、テストをしたいの。ママ、君は…サム、ごめん。このこと、二人だけにしてくれる？ああ、仕事に戻るよ。ねえ、カイラル濃度が上昇してるって言ったけど、世界をつなぐことが優先よ。私たちのやっていることが間違っているとしても、今はそうするしかない。頑張ってね、サム。サム、外にある配送端末は生きている。そこに接続してくれ。この後の指示は端末から出す。サム、次はそこからマウンテンノットシティまでつなぐことが目標だ。中継ステーションからマウンテンノット北の配送センターを経由し、マウンテンノットシティに到達する。山岳地帯は大きく迂回することになるだろう。このキューピッドでつないで大丈夫なのか。まだソフトは書き換えていないぞ。大丈夫だ。マウンテンノットでソフトを書き換えたキューピッドをつなげば、それまでにつないだエリアも更新され、通信は安定するはずだ。そのためにもマウンテンノットまでをつなぐ。ひとまずは今のキューピッドでつないでくれ。わかった。アメリカの連絡は？まだだ。我々は彼女を信じて先へ進むしかない。彼女もそう望むはずだ。次の依頼はレイクノットシティ南の配送センターで受注してくれればいい。頼んだぞ。それからサム、建設装置にジップラインを追加したわ。気に入ってもらえると思う。2本の支柱の間を滑空できるの。川を渡りたい時や急な斜面や岩場を越えたい時、両端にジップラインの支柱を立てれば楽に渡れる。ラボの外に試験的に立てたジップラインの支柱があるから、試しに使ってみて。そうだサム、フラジャイルがまた君に協力したいと言ってきた。フラジャイルにジャンプを頼みたければプライベートルームに行くんだ。そこからはサウスノットシティが近いだろう。ジャンプすれば効率よく移動できる。ただし依頼された荷物を持っていくことはできない。君に任せるが、候補の一つとして考えておいてくれ。建設装置にジップラインを追加したわ。これは役に立つはずよ。複数の支柱を立てると、その間を早く移動することができるの。試してみて。
よし。
殺傷武器を持っている時は特に気を引き締めてかかるんだ。言うまでもないが、人を殺してはならない。死んだ人間を放置すれば BT になり、ボイドアウトのリスクが高まるんだ。人を殺すということは、君や罪のない人々を危険にさらすことになる。誰かいるか？誰もいないのか？